日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッキャスト。今日もどっちのショー。はーい、こうやってたくさん復習ができますね。はーい、じゃあ次ですね。まあ子供のことですね。例えば子供の話、よく男の子がいい、女の子がいいという質問があります。男の子、女の子、どっちがいいみたいな。これはね、結構悪い質問ですね。まあほとんどの人はもちろんどっちでもいい、そう言うと思います。僕の子供は男の子ですけど、お腹の中にいた時ですね、最初は女の子だと思われていました。病院の先生が女の子です、おめでとうございますと言いました。で、僕と奥さんはあ、そうですかと言ったんですけど、その後ああごめんなさい、やっぱり男の子でしたとなりましたというわけで男の子が生まれました。まあどっちでもいいんですけど、元気だったらね、元気だったらどっちでもいい。次、リンゴとみかんどっち、リンゴとみかんどっちが好きですか。僕は実はリンゴです。なんかね、みかんは最近あんまり好きじゃない。はい、理由は分かりません。最近はリンゴの方が好き。はい、アイスクリームとシャーベット、アイスクリームですね。シャーベットはなんかちょっと苦手ですね。悪くはないんですけど、僕はコーヒーが好きだから、アイスクリームとコーヒーはもういいですよね。シャーベットとコーヒーはちょっと変ですよね。はい、次はですね、美術館とスキー行くならどっち。もちろん美術館ですよね。僕はスキーは好きじゃないですからね。好きじゃないというか、やったことがないですね。スキーは好きじゃないというか、やったことがない。はい、ウイスキーはもっと好きですけどね。次は、砂糖と塩どっちが好き。変な質問ですね。砂糖と塩、砂糖かな塩はそのままは食べられないから、砂糖はそのまま食べても悪くないですよね。塩は嫌ですよね、そのまま。まあただ魚とか肉とか野菜とかに塩を少しかけると美味しいですよね。でも砂糖を少しかけるのは気持ち悪いですよね。はいはい、まあどっちが好きっていうと、まあどっちも好きですけど、そのまま舐めるんだったら塩じゃない、砂糖です、はい、そのまま舐めるんだったらね。最後の質問は、何にしようかな。歯医者に行くのと医者に行く、病院ですね、どっちの方が嫌ですか。はい、歯医者と医者、なんか難しいですけど、最近は医者の方が嫌ですね。前は歯医者の方が嫌でした、若い時は。でも最近僕は少しずつ年を取っていってますからね、病気が怖いですね。はい、歯の病気はまあ死なないですよね、ほとんどの場合死なない。体の病気は死にますから、ちょっと怖いから医者の方が怖い。はい、どっち、まだまだ続きます。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルゴ、またね、またね、またね。